初代サセックス公爵、オーガスタス・フレデリック王子は、イギリスの王族。英国王ジョージ3世の第6王子。英国王ジョージ4世、英国王ウィリアム4世、ハノーファー国王、エルンスト・アウグストは2位。ビクトリア女王は名にあたる。幼少期のオーガスタス・フレデリック王子1773年1月27日、イギリス王ジョージ3世と、 オーいシャーロット・オブ・メクレンバーグ・ストレリッツの第9子としてバッキンガム館で生まれた。彼は家庭教師による教育を受けた後、兄・アーネストラと共にゲッティンゲン大学で学んだ。オーガスタスは気管支喘息の持病があったことから、兄弟たちのように陸軍や海軍に入隊することはなかった。彼は周囲からイングランド国教会の聖職者になると見られていた。 オーガスタスはイタリアを旅行した。際第四代ダンモアハクジョンマーレーの次女オーガスタと出会った。1793年に二人は、ジョージ賛世の同意のないまま結婚した。ドイツで学生だった頃のお目付役、エルンストツーミュンスターがイタリアへ送られ、オーガスタスをロンドンへ連れ戻した。1794年8月、裁判所は、 オーガスタスとオーガスタの結婚を1772年の王室結婚礼に照らし合わせて王の了解を得ていないことから無効だとした。それでもオーガスタスはオーガスタと1801年まで同棲した。オーガスタは子供たちの保護権を保持し、年4000ポンドの養育費を受け取った。ジョージ3世は1786年にオーガスタスをガーター騎とし、 1801年11月27日にサセックス公インバネス博、アルクローダンシャクへ除した。晩年のサセックス公爵オーガスタ・フレデリック王子1751年以来、シュ位グランドロッジと古代派グランドロッジに分裂していたイングランドのフリーメイソンは1813年12月27日に連合グランドロッジとして再統合された。その初代グランドマスターには、 シュイグランドロッジのグランドマスターだったサセックス公が就任した。以降彼は30年にもわたって同職に在職し、イギリスフリーメイソンを指導した。1831年、オーガスタスは第二代アラン伯爵アーサーゴアの娘で、最初の夫と死別していたセシリアと結婚した。この結婚も王室結婚令に反する王の同意を得ないものだった。セシリアは、 サセックス公爵夫人とされることはなかったが、ビクトリア女王が彼女のことを不憫に思い、彼女自身の爵位として1831年,18年、オーガスタスの兄ウィリアム四世は、弟をセント・ジェームズ・パークとハイド・パークの管理者とした。1816年にオーガスタスは、王立芸術協会の理事長に選出されており、この職位を修正務めた。また、 1830年から1838年まで王立教会の会長であった。オーガスタスは女王、ビクトリアのお気に入りのおじであった。彼はビクトリアの結婚式で、名を新郎アルバートへ渡す役割を務めた。1843年、ケンジントン宮殿で皇居し、ケンサルグリーン墓地に埋葬された。未亡人のインバネス女皇爵セシリアは死去まで、 ケンジントン宮殿内に住み続け、没後に、老腐の隣に埋葬された。着子を残さなかったことから、爵位と称号は断絶した。オーガスタ・マレーとの間に、諸子一男一女を設けた。セシリアとの間に子供はなかった。ありがとうございます。